六でーねしーおい。今から魚釣りを実施します。ここは紀伊半島という未開の地域。人に話すと、で、そんなところまで行ってきたの、と必ず言われる場所。本州の最南端あたりに位置する、パラダイスみてえな場所、伏本港です。岩壁沿いをシコ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 ってやってると、お前らがもぐもぐってしてくるか。いやー、お前さんが来た。キャー、大桃美代子か。スターバーストストリーム、お前これはハリセンボンのようなものです。竿はもちろんメジャークラフト DAZ360D360S の 6.L。 最大の特徴は12個ガイド、トーレ株式会社 G1100G R360 構造で作られたブランクスにガイドを通常。あー、何かが来た。可愛い女の子かと思った。残念、さやかちゃんでした。明かりに集まってくる虫けらみたいなやつがおるか。キャー、田舎特有のコンビニにたむろする若者みたいなやつが釣れた。おらー、よっしゃー、よっしゃー、パクパク大統領。柔らかめのやつを食うか。シャーリューケン、通常の漁港にいがちな安ぐれた感じじゃないタイプの猫さんが媚びを売ってくる。以上になります。
その後、足を滑らせて、岸壁から海に転落したりしましたので、服とか着替えて寝るのでした。